皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。思想でも使える小ネタフレーズ特集ということで、本当はもうそのタイトル通りの動画でございます。できるだけ簡単でそれっぽいっていうフレーズをご紹介させていただきますので、ぜひギターを持っていただいて一緒に練習して、やったぜできたぜおやってとこまで、頑張って練習していきましょう。えいえいお頑張るぜおやで、まあ僕はエレキギターで弾きますが、アコギで弾いていただいても全然 OK です。気軽にトライしてみてくださいませ。それでは今日練習するフレーズをまず早速弾かせていただきます。こんなフレーズを練習します。やってみます。ワン、ツー、スリカッティングフレーズでございます。初心者の方にとってはね、このねミュートっていう技術がねすげえ難しいフレーズだと思うんですよ。ただ逆に言うと、初心者の方にとってミュートの練習にすごいいいフレーズだと思いますので、頑張って習得をしてみてください。はい、そんな感じ。それでは早速ギターを持っていただいて頑張って練習していきましょう。まず5弦の開放ブンと弾いてみましょう。5弦の開放ブン。この5弦の解放、このフレーズの中ですごいたくさん出てくるんだけども、普通に1本だけベン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 って弾くんじゃなくて、ちょっぴり特別な特殊な弾き方をします。プラスアルファの弾き方をします。どういうプラスアルファをするかっていうと、ミュートをたくさん入れるんです。左手の人差し指、中指、薬指、小指、この使ってない4本を使ってない 1,2,3,4 弦に軽く触れた状態にしてください。でさらに親指で使ってないこの6弦を軽く触れた状態にしてください。で、その次のステップ、全体をピッキングします。1本だけじゃなく、全部の弦をピッキングします。うまくいけば、こんな感じで全部の弦をピッキングしても、ミュート、つまりそれぞれ使ってない指が使ってない弦を小音、押さえてくれているから、この5弦の解放以外の音は出ないはずなんですよ。でもこのミュートがうまくいかなくて、なんか音がいろいろなってしまっている方は、その辺をよく見直してみてください。ミュート失敗あるある1としては、指が浮いてしまって開放弦が鳴っちゃうというパターンで、失敗パターン2としては、指に気合が入っちゃって、力が入っちゃって弦をそのままフレットに押さえつけてしまって、黄弦、つまり音が出る状態にしてしまっている。この2つが、まあ、ほとんどです。で、ミュートに慣れてないとね、この辺すごい力加減が難しいんですけれども、頑張ってミュートを練習していきましょう。とりあえず、まあ、うまくできなくても、先に進んでしまいましょう。とりあえず手順を覚えることが大事です。ミュートをした状態で2回ダウンピッキングします。で、この5弦の開放2回、ブーンブーンと鳴らしたならば、この中指で5弦の12フレットを押さえます。で、ここでアップストローク。ダウン、ダウン、アップ。で、この時に中指、ちょっと僕の中指見てください。このすっげえこの必要最小限の動きで、5弦に行ってるじゃないですか。この時に指がビャーンって離れちゃったりとか、中指と一緒に釣られて小指、薬指が気合入っちゃったりとかすると、こういろんな余計な音が出てしまうんですよ。こうじゃなくて、人差し指、薬指、小指、親指に関しては、本当にもうそのまんまで、中指だけが、ダウンダウンアップの時にちょっと隣に来たっていう感覚、このぐらいのコンパクトさで、このくらいのコンパクトさで中指を操作してください。で、ダーダーダーといったら、その次中指もさらにミュートの状態にして、弦を軽く触れた状態にしてダウンピッキングを1つ入れます。で、その次中指を10フレットに移動してアップストロークをします。つなげると、こんな感じなんですけれども、いかがでしょうか。やっぱりこうね、ダーダーダーツ、このツの音がね、めっちゃまずいんだ。このツの音がミュートがうまくできてないと、いろんな音が鳴ってしまうんですよ。多分ここにね、ってなってる人がすごい多いかと思います。
そのさっき見た通り、そのどっかの指が浮いてしまったりとか、あとこの応言しちゃったりとかしてしまうと、このいろんなとこになってしまうんです。つの時にはこのブラッシングという言い方するんですけど、ミュートをしてつの音を出す時にはサスティーン、日本語で言うと余韻がないことが大前提です。僕がペンとダンピキンをしたら、まあ、ちょっとリバーブかかってるけどさ、この音に後になんか音鳴ってないじゃん。これの悪い例としてはこういうこととかとか、これ普通にこうベーンとバーンと音が鳴っちゃってるじゃないですか。これとかもブーンと鳴っちゃってるじゃないですか。これはベベー、これサスティーンのある状態はダメです。サスティーンのない状態っていうのはこういうこと。これをダンダン12つ、この時にやってほしい。でさらにアップで10フレットを、こんな感じでフレーズを作っていきます。ここのデンデベースペがもうほぼほぼ基本です。ほぼほぼ基本。あとはこれの繰り返し、ちょっともう一回やってみましょうか。繰り返してみましょう。ワン、ツー、スリー、ダン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 、もっと綺麗にクリーニング弾いていきましょうということです。でこれができるようになってきたらね、結構あとは楽チン。中指の位置を変えていきます。今は12、10でやりましたけども、その次は10、9でフレーズを弾いていきます。その他の手順は全部一緒。でその次は9と7で中指を移動していきます。こんな感じ、楽勝でしょ。ミュートができれば、でその次5弦の3フレットを人差し指で押さえてダウンピッキングで、中指で4フレットハンマリングで、薬指で5フレットを押さえてダウンアップで2回弾きます。ブラッシングですよ。ブラッシング、サスティーンナインツノと入れてアップストロークで5弦の、あ、6弦の3フレット人差し指で押さえます。ダウンアップハンマリング、ダウンアップツ、これがもうひとまとまりです。ひたすら繰り返しっていう感じです。で今ひとまとまりがあったんですけども、このひとまとまりを3回繰り返すんだ。3回で3回繰り返すんですけども、真ん中の2回目に関してはちょっとおまけを入れます。ちょっとおまけ、どんなおまけかと言いますと、ここからさっきは人差し指が5弦の3フレットからスタートしましたけども、ここでは5フレットからスタートします。5フレットで、あとはもうほぼ一緒。ダウンハンマリング、ダウンアップで、アップストロークで弾くのが6弦じゃなくて4弦になります。でちょっと余裕があればちょっとこの引っ張ってクォーターチョーキングしましょう。こんな感じです。いかがでしょうか。まあ、最初見た通りね、そのミュートが、すごい難しいポイントになってくるかと思うんですけども、頑張って習得をしてみてください。でこれが、終わったならば次の、パートに行きます。ちょっと弾いてみるとこんな、こんな感じです。半音カッティングのやつですね。これまた難しいんですよ。頑張ってミュートを練習していきましょう。とりあえず、小指で、もう薬指でもいいんですけど、僕は小指の方がおすすめです。どちらでもいいんですけども、小指の方がおすすめです。小指で6弦の5フレットを押さえます。でこの時に人差し指とか、あと小指のこのお腹のところが 1,2,3,4,5 弦に軽く触れた状態にして、また同じように全部の弦を弾いてもこの6弦の音しか出ない状態を作るんです。
これがね、何気にすっげー大事で、スタンバっておいている人差し指にプリングでつなぎます。小指をプリングしてこんな感じで弾くと薬指でも OK です。で、その次、弾くプリングハンマリングです。ですけどね、とりあえずこの弾くプリングハンマリングでアップで一回弾きます。でその次にブラッシング2回ツッツッ、こんな感じです。これむずいよっていう方はハンマリングのとこでねちょっと苦労すると思うんで、ハンマリングをピッキングしちゃってもいいです。簡単バージョンとしてはダウンプリングダウンアップでツッツ、これが簡単バージョンです。もしそのハンマリングが難しければこんな感じピッキングしてしまっても OK です。で今弾くデロウゲツクデロウゲツク、言ってるじゃないですかデロウゲツク、このデロウゲツクちょっとリバーブがこつけるな、デロウゲツクが、ワンセット、デロウゲツク、デロウゲツク、2回弾きます。2デロウゲツク、2デロウゲツクします。で、その次、2デロウゲツク、やったらば、ツッツク。ブラッシングの状態で、ミュートした状態で、ダウン、ダウン、アップを弾いて、ツッツクを入れます。デロウゲツク、デロウゲツク、ツッツク、デロウゲツク、デロウゲツク、ツッツク。こんな感じ。です。これが一小節目です。一小節目。デロウゲツク、デロウゲツク、ツッツク、デロウゲツク、デロウゲツク、デロウゲツクですよ。デロウゲツク、デロウゲツク、デロウゲツク、ツッツク。で、その後に、デロウゲツク、デロウゲツク、ツッツクと言ったならば、次二小節目、またデロウゲツクが出てくるんですけども、デロウゲツク。そしたら、普通に人差し指で、6弦の3、5を弾きます。で、今度は5弦の5、3、5、3、5、3、5、3、5、3を弾きます。で、腕つく5、3、5、3、3、5、5、3が。で、腕つく3、5、5、3。で、腕つく3、5、5、3。こんな、ノリでございます。で、これでまあ、ひとまとまりなんですけれども、これをつなげるとこんな感じ。で、こんな感じ。もしまだ余裕があるよっていう方は、この3、5、5、3の時に軽く人差し指を引っ張ってチョーキングしましょう。クォーターチョーキング。で、この3終わった後にブラッシングを2回入れます。余裕がある人ですよ。余裕がある人は。難しかったらこんなの入れなくていいですよ。余裕があったらこんなのも入れてみてください。で、さらに余裕がある人は、軽くスタッカート気味に、この3は伸ばすんだけども、この、この5と、ここに関してはスタッカート、音を短く切ると。弾いたらすぐに指を離して、音を切ると、ガーゴッ、アッバーンってな感じでちょっとかっこよくなるかと思います。こんな感じでやってみてください。こんな感じです。で、これが余裕ない人は、とりあえずもここで一旦終了です。あとはもう頑張ってやってみてください。こっから先はね、ちょっと難しいんで、余裕のある人向けです。余裕のある人は、ちょっとこれをね、オクターブにしてみましょう。オクターブ、最初はデロウゲツクやってましたけども、デロウゲツクを人差し指が6弦の5フレットで、小指が4弦の7フレットで、オクターブなんで小指の腹とか人差し指の腹とかでその全部をミュートして、この6弦と3弦しか、あ、6弦と4弦か、6弦と4弦しか弾かない状態を目指すと、で、ここからスライドでデロウゲーします。デロウゲーツク、デロウゲーツク、デロウゲーツク、ツクツク、デロウゲーツク、デロウゲーツク、
動きとかはほぼ一緒ですね、フレーズは。こんな感じです。これまた難しいと思うんで、うまくできる人はちょっとまあ余裕があったら練習してみてください。で、さらに余裕がある人、これはね、かなりむずいわ。かなりむずいわ。さらに難しい、フレーズもチャレンジしてみましょう。このオクターブプラス人差し指の根元で1弦の5フレットも押さえます。そうするとこの3つのオクターブ、が出てくるんですけれども、人差し指のこの真ん中ら辺はねミュートしてるんだけども、根元はちゃんと応弦してるっていう、このバランスを保つのがちょっと難しい。でもこれができればあとは横にずらすだけ。こんなのができるとまた面白くなってくると思うんで、頑張ってやってみてくださいませ。とりあえずこの、オクターブとそのダブルオクターブは本当にもう上級者向けというか、その余裕がある人向けなんで、これできなくても全然へこまないでください。これちょっとねめっちゃむずい、ちょっとというかめっちゃむずい。特にこのダブルオクターブは超むずいこれできたらすごい本当に褒めます。えらい、素晴らしい、うまい、上手そんな感じでございます。まあね、あとはねそのリズムとかもいろいろあったりとかするんですけれども、とりあえずまあこの手順で練習をしてみてください。でもしそういうのがフレーズができてまとまってきたならば、メトロノームとかを使ってね、そのリズムをよく練習することをお勧めいたします。この手のフレーズってさ、その速くなったり遅くなったりしがちなんですよ。極端に悪くやるとこんな感じ、なんかとかさ、なんかちょっとかっこ悪いじゃん。なんかそうじゃなくて、もう一定でこう、聞こえた方がかっこよく聞こえるじゃない。なのでメトロノームとかとね一緒に合わせて練習することをおいおいはおすすめいたします。あとはまあちょっと皆さんのペースで頑張ってやってみてくださいませ。そんな感じでございます。分かんないところとかね、まあ動画を巻き戻したりとかゆっくり再生したりとかしてチェックをしていただけますと幸いでございます。それでは今日も長い間ありがとうございました。そして最後に、私滝沢勝成 YouTube メンバーシップなる有料会員みたいなね、ジャワ会というサービスをやっております。こういう動画のコメントとかだとね、その全部に返信するのがすごく難しいんですけれども、ジャワ会に入っていただいた方は、もう 100% 僕が質問に答えるという、そんな特典があります。シルバーランク以上になるんですけれども、もう皆さんからいただいた質問に僕が5分10分とかたっぷり時間をかけて喋るなんていうね、そういった特典とかもあるので、もし困ったこととかね、気になることとかありましたら、ぜひメンバーシップの方へ検討していただければ幸いでございます。登録の方はこの動画の下にあるメンバーになるというボタン、もしくは概要欄の方からのリンクで登録できますので、もしよければチェックしていただけますと幸いでございます。意外と面白いんで、とりあえず一月入っていただけると、楽しさが体感できると思います。ぜひご入会くださいませ。おすすめでございます。おすすめ、おすすめ、はい、そんな感じ最後にお知らせでした。それではまた違うところでお会いいたしましょう。それまで頑張って練習してみてくださいませ。それではさよなら、グッバイ。